どうも、こんにちは、みです。こんにちは、ハギミだ。こんにちは、ゆうちゃみです。はい、よろしくお願いします。お願いします。またまた、こんな今日はうちギャルだから。あ、やばい。そう、3回目でギャル。あ、なるほど、本当の本当の。そうそうそう、これがすんギャル。あ、なるほどね。ちょっと、本物のギャルを見たことがなかったから。そう、この前はマジでなんか寝起きみたいな。そうだね。そうそうそう、あれは一応番組のスタイルに合わせた意味だったんだね。あれはすごいレアです。あれは。なるほど。普段のテレビの収録だったもこの。あ、そう、これ。この、なるほどね、なるほど。やっとじゃあ本社が見れたんだ。そう、これ本社。なるほど。まあ、どういうことか説明しますと、実はあの別のね、キューテンさんの番組で一緒にね、はい、あの共演させていただいて2回ですよね。2回。1個が収録、もう1個が生放送。生放送ですね。でその後に、まあ、ちょっとお話しさせていただいて、一緒にコラボできませんかと僕があのお誘いしましたところ、心よく、あ、もちろんと、イエーイ、もう僕もこんな感じで、はいですよみたいな感じで言ってくれたから、今回コラボが実現しました。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、早速企画の説明をいたします。はい。結構よくやっている企画で、僕が TikTok でもよくやってるんですけど、はい、あのいろんな方々をお呼びして、それぞれの普段使っているスキンケア、はい、一軍のスキンケア死ぬ、はい、一軍のスキンケアをここに持ってきていただいて、はい、それを僕がどういう悩みでそのスキンケアを使っているのかも聞くので、うん、合っているのかどうか、うん、僕が評価します。おー、お兄ちゃんっぽい、はい、そうだよ。今日もちゃんとお兄ちゃんっぽいことで、プラスで足りないものがあったら、一応僕が何個か選択できるように持ってきたので、それを選んで、なんとプレゼントいたします。えぇ、ー、すげぇ、イエーイ、ハッピー企画じゃない。そうだから事前に聞いたんです、何使ってるんですか。そうなんだ。そう、嬉しい。ちなみに今日群馬から来たそうです。昨日まだ遊んでて、今日は群馬から来ました。え、一泊。いや、結構いた、3泊4日ぐらい。多いな。群馬で3泊4日。そうそう、彼氏と遊んでて。あ、出た。そう、出た。仲良さそうだもんな。そう、お兄ちゃんにはまだ1回回してないっていう。いや、僕実はこっそりね、見たことあるんですよ。どういう人なんだろうって見たことあります。はい、はい、じゃあ早速持ってきてもらいましょう。はい、はい、お願いします。はい。はい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 、これがゆいの一軍ですね。一軍かな、本当に一軍。これはちょっと、うん、あれです、あのおまけみたいな感じ。おまけ使ってない。ついでに持ってきたみたいな感じ。ちょっと、ね、舐められたくないから持ってきたみたいな。そう、ちょっと個数あればいいかな。バリエーション作ったと思うみたいな。バレたてか、キュレルでもうラインナップ揃えてるんだ。え、そう、なんかもう1個のやつに揃えた方がいいかなって思って、うん、そうだね。そう、敏感肌で、はいはい、結構なんかどれ使っても合わへんのなるほど、ね、ピリピリしちゃう。言ってたよね、番組でもね。パックとかマジ無理なんですよ。え、パックもピリピリ。マジで。そう、こういう30枚のデイリーパックも無理。そう、相当敏感肌だ。そう、だからマジでこれしか使えない。低刺激みたいなやつ探してこれにたどり着いた。なるほどね。確かにキュレルは本当に低刺激だもんね。え、そう、敏感肌用で。マジですか。めっちゃ使ってるのが本当に一軍だ。気まずい。こんだけしかないだけ。気まずい。え、ストックあります。それあります。あります。よかった。気まずい。もう乳液もだってこんだけしかない。ちゃんと一軍だなってのが分かります。あ、そうです。ありがとうございます。はい、なるほどね。はい、え、これを使って、じゃ悩みはいろんなものを使ってきたけど、やっぱピリピリして合わないからたどり着いたのがキュレル。そうそう、キュレルです。 CNP のこのスプレーはいつ使ってる。え、これは化粧するときに使う。ああ、最初にね。あ、お風呂上がりで。あ、オッケーオッケー、それはよかった。わー、評価むずいな。シンプルイズベストだ。シンプルイズベスト。なるほどね。今まで僕のこの評価で出てきてくれた人っていろんなものやっぱこう組み合わせしてて、はいはいはい、たまに成分同士で喧嘩するものも一緒に使ってるから、はい、僕は、いや、これとこれ一緒に使ってよくないですよとか言うんだけど、はいはいはい、今後ラインナップ揃えて、かつぴったり3つでドンと。え、そう、揃えてあるから。そう、どこでも買えますよ。いや、そうだよね。そう、使いやすい。これはクリームだよね。そう、これは保湿クリームね、うんうんうん、これも朝晩。そう、朝晩です。え、どっちも朝晩。どっちも朝晩です。おー、え、こっちは夜だけかな。おで、朝はこっち。最初に。え、そう、朝は顔洗って、うん、化粧する前に塗るだけで、朝は何もしない。え
嘘マジマジ洗顔後これだけそう、まず夜これでしょ、で、朝起きて歯磨いてこれの塗った感を取って、化粧するときにこれ使うっていう。おー、そうか。そうそう、これは評価しがいのある人が来ましたね。ああ、なるほど、わかったわかった。とりあえずじゃあ夜のスキンケア評価からしますと、いつも10点満点でつけてるんですね、限定方式にしてて、良くないものをどんどん削っていくみたいな、でもこれで言うと別に削れるものはないんですよね、とはいえ加点を入れて計算するとしたら10点満点中8点。おお、肌が本当に敏感だからこそ、これ以上何かを付け加えるのはちょっと怖いなっていうのもあるし、で今これで安定しているのであれば、いつものこの白くて綺麗な肌が保てるのであれば別にいいのかなと思って、8点ですね。8点ですね。で朝洗顔後これだけ、で洗顔しないんですか。洗顔はしない。ああ、まあ普通にぬるま湯だけで。そうそうそう、はいはいはい。クレンジングはオイル派。オイル派。オイル派、はい。でその後ダブル洗顔する。しない。しない。ビオレのオイル。なるほどね。ピンクの一番強烈なあれが一番ギャルメイクって言うんです。ウォータープルーフのマスカラとか。あ、でもマスカラじゃない。そう、まつげ。まつげだから。そう、アイラインとかも綺麗に落ちる。はい、わかりました。朝のゆいのスキンケア評価、10点満点中2点です。いやー、良くないよ。その白さをあと5年保ちたいなら良くない。どこ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 、足りない。これじゃ、うん、足りない。まあちゃんと紫外線予防で、あの日焼け止めが塗ってると思うんだけど、そうだね、まず夜からやっていきますかね。早速僕が持ってきたものがあるので。すげえ。そうですね、朝は、いやもう何なら1点でもいい。これは確かにメイク直前にするにはめっちゃいい。メイクの量よくするからいいんだけど、乾燥する。乾燥する。じゃあどうしたら1点だ。終わり。まずじゃあ洗顔でニキビってできやすい方ですか。できやすい方。できやすい方。あ、今ヒアリング中です。はい、肌質は乾燥肌。乾燥肌、はい。で敏感肌で、クレンジングはオイルのみだよね。オイルのみ。メイクは毎日。毎日だよね。結構カバー力高め。高め。高め、OK、OK。ってなったら、いや、こっちかな。こっちの洗顔を。出てきた、出てきた。はい、メディキュブのレッドフォームクレンジングやつで、ニキビができやすい、かつ敏感な肌でも使いやすい。こっちだったら、保湿をメインとした、本当に乾燥肌で、ニキビはあんまりできないけど、肌がザラつきやすい人よ。はいはいはい、はい。こっちのもしかしたら合うかなと思ったので、ニキビができやすいのであれば、確かに結構、夜遅い収録とかもあるので。そう。仕事なくても、まだ来ちゃう。なんで？寝れなくて、放送で。あ、出た出た。で、僕の中でのギャルのイメージが、あんまり分かってなくて、何をしてる生き物なの？ギャルは意外と、真面目？うん、真面目で、おうおう、外に出てるイメージやけど、おうおう、そのイメージ。インド。白ギャルはインドア。白ギャル、インドア。あー、なるほど。まあ、そうだよね、焼けないもんね。そうそうそう。焼けたくないもんね。そうそうそう。結構家にいることが多い。わ、そっか。で考えたら家にいることが多いのであれば、エアコンとかもこれ感じに多分毎日つけそうだし、で夜遅くまで起きてるってことはその間もずっとエアコンつけっぱなしだよね。ってことは肌も乾燥しやすいから、こっちも一応お渡ししておきます。やったー。次の方もで、こっち最初に使ってみて、それでもなんか本当に敏感肌だからちょっと もしかしたらだけどピリッとしたのであれば、こっちにすぐに切り替えて。使いました、これはダブル洗顔用にも使える。あのクレンジングオイルの後にもすぐに使える、あ、そうなんですか。これはクレンジングオイルが強力なのであれば使わない方がいいか。オッケー、水分もらっちゃった。ラッキー。これは本当に保湿力特化した洗顔法で、やったー、顔が突っ張らない。最高。だから夜使うとしたら、まあ、こうこのどっちかをこういう感じで使って、その後こう順番。オッケーだね。で、どんどん並べる。次、ブースターって使ってないですか。何ブースター。さあ、説明しよう。ブースターとはその後のスキンケアの効果をより高めるための準備段階のものです。はい。だから化粧水よりも前に使う。そう、知らんかった。なのでこれらの効果をより高めるために使うもので、まず肌に絶対的に刺激がないように構成されています。敏感肌の有利も使える。なんだけど一応2種類持ってきてて、これもまたヒアリングですね。色白はずっと保ちたいよね。色白はずっと保ちたい。保ちたいよね。だったらこっちだな。
ガラクナヤシ 2.0 エッセンスですね。魔女工場の普通はナヤシアミドも入ってて、ガラクトミセスが入ってるので肌の揺らぎを整えてくれる。揺らぎを整えると何がいいかというと、ニキビができにくいし、あと敏感肌の人も改善できる。へぇ、だからこういう菌類って言うんだけど、菌類とかあとはこういう発酵物を最初に取り入れてあげると、うん、肌が強くなるから、うん、その健康になれるから敏感肌でもその後のスキンケアが使いやすい。順番はこう。これ使ってるんですか？いつもスキンケア工程数9ぐらいでも塗りすぎも正直良くないっていうのもあるから、あんまりたくさんはおすすめしないので、もう1工程ぐらいかなと思ってます。忘れられることない？あるよ、たまに。たまにあるよ。結構あった。そう、たまに、ああ間違えた、こっち先やっちゃったみたいな。たまにあるよ。次、敏感肌だからこそクリーム、これもおすすめ。キャレルの代わりにこっちもちょっと使ってみてほしいな。ドクタージーのレッドブリミッシュクリアスージングクリーム、すげえ。これ韓国で敏感肌の女性にすごい人気なの。ねえ、レビュー数もほんともう万超えぐらいの感じのやつとかもあるし、すげえ、すごい。で、今聞いてみて、多分敏感肌だから、ケアパッドはおすすめしないかも。だから持ってきたけど、これは多分、もしかしたら 逆効果になるかもしれないから、これはちょっと。で、もう一個僕が実はおすすめしてる酵素洗顔もあるんだけど、敏感肌だから、多分酵素は合わないかもしれないと思って、でも、敏感肌でもね、刺激はないんですよね、これ。僕も一応乾燥性敏感肌だから、使えるから、一応出しておきます。Okay. ただこれは本当はデイリー用で使えるんだけど、一旦1回目使った後に2日ぐらいを開けてみて。だからこれはここですね。これは飲むやつ？違います。濡れてる。飲んだら死ぬよ。どう死ぬ？もう死ぬ。マジで危ない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 。洗顔料です。危ない。酵素洗顔です。なるほど、はい。手に出して水につけて黄色い泡が出てくるから、それで洗ってあげる。なるほど。そう、これが美白効果がすごい優れた洗顔なの。なるほど。だ、美白だけ追い求めならこれとこれは一緒に使ってほしいなと思うけど、もし肌に合わないのであれば、これ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 、OK、がいいかも。で、乾燥に一応このスプレーしておくと乾燥も防げるかも。うん、これから時期エアコンもしつけたまま寝るとか。 OK。すげえ、もう怖い。僕最初びっくりしたよ。なんか一番スキンケアを送ってもらうってなって、ビジネスさんから写真送られてきましたっつって、この道だけは送られてきて、僕家で頭抱えたもんだって。わあ、マジか。マジで一番スキンケア誰かなと思って、めっちゃ悩んだ結果これを持ってきたっていう。背景の家はめっちゃ綺麗だった。きますよ。ちょっと出したら、ね。めっちゃ綺麗なお家で、この3つだけがど真ん中に。え、そう、マジで悩んだ結果これでも、これで、ね、この白さが保ててるのすごいね。うん、だからちゃんと普段サンクリーム塗ってんだね。塗ってる。偉い偉い、マジで。だって色白の人ってシミできやすいから。確かに。そう、だちゃんと紫外線予防してんだなっていうのは偉いな。日焼け止めとかマジでめんどくさいけど塗らないと。え、群馬ちゃんと塗った？え、マジで塗ったマジで塗った。めっちゃ塗った。え、外結構歩き回った？え、そう、なんか川行くのに火めっちゃ照ってたから、塗るか塗らんとき怖い。使ったもんね。そう、迷って塗った。ちゃんとそこは偉いな。ちゃんとそこは。で、これはじゃあ夜用ね。うん、朝用は洗顔確かにしなくても OK です。ブースター、これはもう美白のためにも毎日使ってください。朝ね、まあ、これも化粧水代わりにしても OK なので、一応乳液かクリームどっちかあるよ。その理由は水分油分のバランスが結構大事で、これだけでもいいんだけど、正直スプレーってすぐ飛ぶからあんまり意味なくて、うんうん、本当に直前だけ、メイク直前だけいいから、これ朝、いやどうだろうな、ちょっと待ってね。あ、でもそっか、ニキビができやすいのであれば、これでちょっと水分バリアを補ってあげたら、ニキビの予防にもなるから、朝最悪この2つだけでもいいです。なるほど。この2つとあとメイク前にこれ、うん、でもいいので、ぜひ OK です。最低3つだけでも OK、 ちゃんと覚えます。でもすごいね、本当に肌質敏感なのによくそんな肌綺麗に保てる。え、だからまだ中学校の時とかマジやばかった。
ニキビできてた？ニキビできてた。マジで想像できない。で、保湿ばっかりして、皮膚科、皮膚科で薬もらったりしてるレベルの。なるほど、本当に敏感なんだ。そう、マジで敏感すぎて、で、見つけたのこれっていう。これはもうどんぐらい使ってるの？1年ぐらい。ずっとリピ？リピ。これはもう一生、年がら年中。あ、そうだね、大事大事。これのもう一個ピンクの方知ってる？知ってる。そう、なんか白とかピンクとかあるけど、うん、何使ったらいいか分からんから、で、今の黄色使ってる。黄色もいいけど、ピンクの方もいいね。色白であれば、なおさら、そっちの方が美白効果高い。で、同じくミストだから、まあ、別にそんなに負荷もないし、いいと。ピンクに変えます。ピンク持ってくればよかったか。よくあったんだけどね。なんせ送られてきた写真がこれだけだったから。そう、マジ気まずかった。これですとか言って。逆にすげえなと思った。こんな多忙なのに、よくあんな肌きれいに保ててるなと。荒れるのが怖すぎて。うん、あ、濡れる。なるほどね。そう。そっかそっか。荒れるのが怖いよね。荒れることを知ってるから、火傷みたいになって。なるほどね。違うやつを使った時に。じゃあ、この洗顔は一旦置いてて、この2つだけでもいいから先に使って、ちょっと肌のバリア機能を高めて、うん、まあ1週間2週間使ってみてからこれ試してみてほしいかも。 OK。 最初もしかしたらまだ今肌揺らぎやすいかもしれないから、うん、ちょっとニキビがもしできたりしたら怖いので、まあでもできないと思うけどね、さすがにこれは絶対に、うん、この2つも一応ニキビ予防だから、うん、まあでもね、まだ綺麗だからな。いや、めっちゃ臭いんですよ。いや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 、まあ一旦これをちょっと使ってみてください。オッケー。はい。残ります。はい。究極のめんどくさが嫌で。究極のめんどくさが嫌なんだね。そう。メイクはめっちゃ時間かける。いや、メイクも最近はめっちゃ、はい、30分。あ、早っ。そう。前まで、めっちゃ時間かかってたけど、もうめんどくさすぎて。自分でメイクしようと思ったら、あのちゃんと収録のメイクだと多分僕1時間ぐらいかかっちゃう。すごい。まず最初にまず肌温めてから水蒸気で。すごい。ほんま。ちょっとあのこんなこと聞くのなんだけど、お兄ちゃんね、うん、もう6、7年いないの。それ、まだ見てた。まだ見てたよね、番組でね。しかもカメラ止まってないんでね。どうやったらできますか？え？でも絶対すぐできる。いや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 、もうできないのよ。だからもう外に出るべき。外に出るべき。誰が引っ込むんや。お仕事外出てるわ。苦手そうでも。いや、そうなのよ。なんかね、いろいろ考えちゃうの。はいはいはい、この人、どういう意図で僕に近づけてしまったか。なんで先にこう、壁を張っちゃう。はいはいはい、この人は何を目的に近づいてるんだ。使命とか何かみたいな。でも、あるあるそれ。いや、わかるでしょ。あるある。こういうお仕事してるから。あるある。そうだよね。そうか。お姉ちゃんが彼氏だったら、スキンケアとか多分全部一緒になるそうだね。たぶん僕が全部揃えてあげて、今日の朝これ使って、今日の朝これ使って、傘触って、あ、いや、今日はやっぱこれにして。面白い。あ、めんどくさいってなりそう、たぶん。スキンケア大好きな彼女と、彼女を見つける。そうだね。美容好きな人がいいね、うん、できれば、うん。そうだね。あとは、この業界じゃない人とか、ああ逆にね。絶対そうの方がいい。それこそ聞きたかった、うん、同じ業界で付き合ってるとぶつかることってないの？ある。やっぱあるんだ。そう、喧嘩はたまにする。あ、まあでもそれもちゃんとこうお互い分かり合うためのコミュニケーション、仲直りを頑張ってして。あー、偉い。なんか男の人は折れることが大事。なるほど、勉強になります。そう、どっちが悪くても、うん、まずこの喧嘩の雰囲気にさせたことに対して謝ってくれたら、はい、大丈夫になるから。ありがとうございます、先輩。ありがとうございます。まあ、いろんなお話を聞かせていただきました。はい。はい、スキンケアの話から恋愛相談までさせていただきました。ということで、じゃあ、ゆいは今後ちょっとスキンケア一回ちょっとこれでやってみて。うん、覚えます。うんうん、これでも合わなかったら、また別の用意するわ。OK。マジでお願いします。OK。はい、ということで、今回のスキンケア相談室というか、まあ、そうですね、評価も含めて、はい、今回はゆいにね、はい、来ていただきました。はい。いかがでした、今回のコラボ。めっちゃ良かったな。これしか使ったことないから。ああ、そうだよね。こんなにいっぱいあるんだなっていうのと、あと、ニキビの予想。自分ではやっぱ分からんし、韓国語読まれへんから。あ、そうか、韓国語で使いに行くさ、それがあるのか。そうだから、ね、コラボは何がいいんかなとかも分からんから、マジ助かったかなって。いやいや、こちらこそありがとうございます。はい。じゃあ今後も何かあったらちょっと恋愛相談させてください。はい、お願いします。
ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。